私が新選組の屯所で暮らし始めて三月が経った。はあ、いつになったら父様を探しに行けるんだろう。ああ何？はじめくん、そっち。分かってる。何騒いでるんです？開けるな。あ、魚。待て、どこに行った？あそこ、魚人数分しかないのに。君、それ返さないと殺すよ。僕がおとなしくしているうちに返した方が身のためだよ。完全に舐められているな。仕方ないな。山崎くん、捕まえて。は？なぜ俺なんです？あの猫の対応についてはまず副長の判断を仰ぐべきだと思いますが。土方さんに伝えればそれで猫が捕まえられるの？そうではありませんが。だいたいさ、あの猫逃がしたの君だよね。は？何を言ってるんですか？だってはじめくんが開けるなって言ったのに勝手に君が戸を開けたからこうなったわけだし。いや、それは。あ、猫が逃げてしまった。やれやれ。はじめくん、行くよ。沖田さん、ちょっと待ってくださいよ。千鶴ちゃん、ちょっと部屋借りるぜ。長倉さん、原田さん、平介くんも。またやられたみたいだな。ったく、これで何度目だ。何にしてもいい加減対策を考えねえとまずいぜ。だな。お、どうした？いえ、その何があったのかなって。あの猫のこと？はい。ことの起こりは先週だ。俺と佐野が昼の飯当番の時にあの猫が勝手間に飛び込んできやがって、釜やら鍋やら全部ひっくり返しやがった。そん時は俺も手伝ってなんとかごまかしたんだけどさ。それ以来奴は3日と開けずにやってきて食い物を盗んでいきやがる。このままじゃいずれ土方さんの知るところとなっちまうぜ。はあ、まずいよそれ。食い物無駄にすんじゃねえって全員正座で説教されんじゃねえ。お説教で済めばいいけどね。掃除捕まえたか？手とか足とか刀とか出るんじゃない、土方さんなら。何にしても副長が余計な気遣いをされぬよう俺たちで内々に始末をつけよう。土方さんは今どこにいるんだ？近藤さんと三男さんと三人で会議中。とにかく土方さんに知られねえように勝手場の始末をして飯を作り直さなくちゃな。あの猫もほっとけないよね。役割を分担しよう。勝手場は俺と新八で何とかする。じゃあ猫は僕とはじめくんで何とかするよ。ちょっと待ってよ、土方さんたちの相手は俺一人なのかよ。一人ではないだろう。え、私何しに来た？そんな怖い顔しなくてもいいだろ。せっかくお茶持ってきてやったのに。お茶はありがたいぞ。ちょうど喉が渇いていたところだ。今日は随分気が利くんですね。こういうのは大抵後ろ暗いところがある時だろう。やだな土方さん、そんなのあるわけないじゃん。どうしてそいつを連れてきた？それはお茶を。お前も自分の立場が分かってんのか？下手すりゃ殺されても仕方ねえんだぜ。実はその。待てよ千鶴。何が待てなのです？いや、その平介くん。つまり豚所に猫が入り込んだということなのか？はい。で、当番が作った料理も無駄になっちまったわけか。ったく、泣く子も黙る新選組の幹部連中が揃いも揃って何してやがんだ。全員で探した方が早く解決するんじゃないか？何言ってんだ近藤さん。猫一匹に俺たちまで騒いでどうすんだよ。いや、そうも言ってはおられんだろう。おい近藤さん、近藤さん。
まったく、あの人はこれだから。しかし、確かに対策は早い方がいいでしょう。待て、そもそも猫一匹を大勢で追い回すのがよくねえ。自分よりでけえ生き物が群れで襲ってきたら、誰だって怯えるだろう。確かに。こんなところに住み着く物好きはいねえよ。俺たちがおとなしくしてりゃ、猫の方から出ていくさ。猫の生き様ってのは、人間より気楽なのか。いや、生き物ってのはみんな、大して違わねえんだろうな。土方さん？なんで、てめえは巷で有名な、身風呂の巣に悠々と入ってきちまうんだ。背負うものがあんなら、そうそうできねえ真似だろう。もしかして猫と話してるの？そうでなきゃ。猫も猫でおとなしくしてるし、どういうこと？そんな顔すんじゃねえよ。情が湧くと面倒だからな。さっさと出てってくれよ。ここは新選組の豚所なんだ。猫なんざ飼うわけにはいかねえ。何やってんだお前は。遅くまで起きてんじゃねえよ。すみません。さっさと寝ちまえ。はい。いた。焦った。土方さん気づいてたのか。でもあんな顔する土方さん初めて見た。何やってんだお前は。最後はいつも通りだったけど、不思議と怖くはなかったな。